ですね、20時以降からまたちょっと配信をするんですけど、その20時以降からは先日ね、9月6日に選抜発表があったと思うんですけど、そちらでね、生配信が終わった後にショールーム、ここのルームでね、タワーを投げてくださった方がたくさんいらっしゃったので、そちらのお礼配信を20時以降、ちょっとまだ何時からするかは決まってないんですけど、20時以降配信をしますので、こちらの今からのこの17時半からの配信はバスクチーズケーキを作ります。20時以降からはの夜配信はお礼配信をします。バスクチーズケーキ作ります。チーズ、皆さんお疲れ様です。そう、最近ね、私すごいチーズケーキにハマってて、そのチーズケーキの中でもバスクチーズケーキにすごくハマっているので、この配信はバスクチーズケーキを作って、夜はタワーのお礼をしたり、あと七並べ、最近本当にちょっとバタバタで七並べができていなかったので、久しぶりに七並べをします。福太郎さんお疲れ、いいね、ゆいさんファイト、ありがとう。そう、先ほどタワーのお礼を返したんですけど、本当にたくさんの方がこうね、お祝いしてくださっていて、改めて幸せだなと思いました。タワーのお礼は今日の夜が、先日の選抜祝いのタワーのお礼配信をして、明日ショールームイベントのお礼配信をしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまずはお手手を洗う前に、さ、昨日の夜もチーズケーキ食べたんですよ、昨日の夜ね、それのお皿が洗えてないので、洗います。昨日はね、夜帰ってきたら帰ってきたのが遅かったんですけど、パセがバスクチーズケーキを買ってきてくれてて、選抜祝いってことで2人で食べました。あ、大阪リクローズさんね、確かにね、ふわふわでめっちゃ美味しいですよね。そう、昨日ね、そのバスクチーズケーキ一緒に食べたんですけど、それのね、写真もまたメールに載せます。すごく美味しかったんですよ。よく美味しかったからさ、それより美味しいものを作れるか分からんけど、頑張ります。こんにちは、こんにちは、ただいまは洗い物タイム。バスクチーズケーキは、一つ夢かなった、そらはちゃん早く生で見たい。一番初なんか早くて生で見れるのが今週の日曜日ですね、あさっての池袋で開催されるイベントでございます。すごく楽しみです。結構ね、行くよって言ってくださる方がいらっしゃったので、ワクワクしてます。大丈夫、たくさんの方と、でもね、6人バージョンで披露するの私初めての曲があるから、すごいドキドキです、ドキドキです。よいさん、レインボースターありがとう。よいさんありがとうね。よし、計量カップ、計量カップじゃない、計量測るやつと、おすすめ、お話し会のおすすめ、今ちょっと
とドラさんでちょっと相談してて、今日ね多分2人忙しくって、まだね何回かやり取りしたけどまだ確定ではないので、それのドラさんのやつがどの日にするかっていうのが決まったら画像を作っておすすめ日も考えてやります。おすすめ日っていうのまだ作れていないんですけれども、作って今日ツイートしますので待っててくださると嬉しいです。メール取ってくださってる方はね、どの日に何をするかっていうのが分かると思うんですけど、多分どっかの1個が減ってドラさんであることをします。さあ何なんでしょうか、お楽しみに。昨日もねお仕事一緒だったんで話してたんですけど、トラさんでしますよ、とあることを。バスクチーズケーキ、まずクリームチーズ 200g だって。クリームチーズ、じゃーん、クリームチーズ、クリームチーズ、これはもう 200g だからこれを入れます。でなんか常温に戻しておくといいって書いてたのでずっと常温で置いてました。開け方、両端のこれか、両端の矢印の方向に引き、どうやって、これどうやってやるんやろ、割るってことか、ん、バスバスチーズケーキ、チーズクリーム、あ、できた、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ジガーン、クリームチーズ。そう、今日で食べ終わるだけじゃないので、このクリームチーズ 200g をボウルに入れちゃいます。おりゃー、こんばんは。ちょっともったいないから下手で取ろう。選抜おめでとう、ありがとう。美穂も祝ってくれました。何やったっけな、なんかの帰りのバスかなんかで 見ましたって言われた。おめでとうございます。すごいたくさんの方からお祝いのメッセージが来てた、嬉しかった。どうした、なんかメンバーとかならさ、こう配信見てるからもしれないからさ、おめでとうって言ってくれるのちょっとなんかね、当たり前ではないけど嬉しいじゃないですか。じゃなくてさ、なんて言うんだろう、兵庫の友達とか広島の友達とか、なんかこう STU メンバーじゃない、元 STU メンバーだとかからも LINE 来たのがすごく嬉しかったです。嬉しい。こんばんは。でこのクリームチーズを常温に戻しておくといい。パルテノ、じゃーん、この今クリームチーズをこちらに入れたんで、これをねこう滑らか、おお、めっちゃ滑らか、こういう感じでなんか滑らかにするんだって、バスクチーズケーキ。うわー、このうわー、すごいです、滑らか滑らか、ケーキでお祝いですね。バスクチーズケーキで選抜メンバーおめでとう。昨日もバスクチーズケーキ食べたけど、今回はなんかあの型なんて言うんだろう、昨日はねカフェのねバスクチーズケーキをねなんかテイクアウトしてくれたので、
ワンホールじゃないんですよ。でも今日はワンホール作っちゃうので、ワンホールでおめでとうおめでとう。2日連続バスクチーズケーキで選抜祝いする。ラーメンはもうちょっと、そうラーメン食べに行こうと思ってたんですけど、今は我慢タイムです。今は我慢。なんでかっていうと、やっぱりね、大事なことがこの先きっとあるので、その時に美女が良くないと困っちゃうので、今は我慢です。だけどそれが終わったらもうとりあえずラーメン食べる。本当はね、昨日だっけな、なんかのお仕事の後に食べに行こうって約束してたんだけど、あ、そうだよ、あれだよ、あの生配信があった日、ほんまは生配信とか知らなかったから、そのお仕事が終わった後にラーメン食べに行こうって話してたんですけど、その私は学力検査が入って抜き打ち学力検査が入って、でパセと行こうとしたんですけど、パセはそのお仕事入って、生配信のそうで行けなくなって、ラーメン食べに行こうとしてた日に、なんと選抜発表がありました。嬉しかったな。なんかね、コメント欄にね、なんかもう知ってたんじゃないのみたいな、声聞こえてたんじゃないの、リコチの声みたいな書いてあったんだけど、私あの全然違うとこにいたんですよ。階も違う、なんか同じビルにいますって言われてたけど、同じビルではあるけど全然違う階にいたから、もう何も聞こえなくて、で逆にリコチがなんか多分採点行ってる時は、私はあのめっちゃ無の感情で会議室に一人でいました。だから全然声聞こえなかったから、知らなかったです、全然、しかも分かってなかったです。なんかすごい気づいてでしょってコメントがあったんだけど、マジで気づいてなかったです。じゃあ逆にその選ばれてないから、そういう学力テストがあるんだって思ってました。その裏できっと選抜メンバーの配信があって、選ばれてない人がテストなんだって私は自分でずっと思ってたから、こう悲しくなりながらテストを受けてました。今パルテノっていうヨーグルトとクリームチーズを混ぜました。これを滑らかになるまで混ぜます。そうそうそう、 TikTok に上がってた。 TikTok 皆さん見てください。 STU48 の公式 TikTok、 私がいました。昨日です。あのそのテスト受けてる最中の動画をスタッフさん、よく TikTok 撮影でいるスタッフさんがカメラ回してたんですけど、その方が撮って、こう私がテスト中にあのこうカメラ構えて来てくださって、だからその動画がねアップされていますので、ぜひ ST48 の公式 TikTok 見てください。よし、このヨーグルトとクリームチーズを混ぜましたら、次は何、卵1個、卵買ってきました。卵ちゃん、空欄が多かったと聞いてますが、私が空欄が多かったのは国語です。私国語苦手で、なんか四字熟語書いてくださいなんかって書いてたんですよね。でしかも自分の知ってる四字熟語じゃなくて、なんか意味が書いてあって、 1,2,3,4,5,1 何々何々という四字熟語は、何々という意味を持つ四字熟語は何みたいな書かれてあって、でなんかそれで、あのなんて言うんですか、あのめっちゃこの中から選んで四字熟語を作ってくださいみたいなやつだったんですけど、私四字熟語が一石二鳥
と、なんだっけな、世界征服とか、なんか、なんて言うんだろう、一心不乱とか、なんかそのぐらいしか分からなくて、なんか全然私の知ってる四字熟語がなくて、全然書けなかった。意味が分かんなかった。まずその四字熟語、意味、なんて言うの、四字熟語の意味もちょっと分からないやつも多かったし、どう組み合わせて四字熟語を作るのかも分からなかったから、四字熟語のところが全部空欄です。全部空欄のところは四字熟語です。で、その上の空欄は漢字です。漢字がちょっと分からなかった。私漢字すごい弱いんですよね。漢字すごい弱いので、あのやっぱ漢字は無理でした。漢字勉強した方がいい。でも何の、何のどういう、めっちゃでも普通のテストでした。普通のあの学力テスト的な感じだった。一番算数が楽しかったです。ちゃんとね、引き筆算とかねしてやりました。英語でリコチと全部違ってた。だから英語はリコチ、英語はだってそらリコチだってすごいもん。私無理だよ。でもそのね、私はマネージャーさんにあまり喋らず静かにいてくださいって言われたんですよね。静かにいてくださいって言われたから、めっちゃ喋って、もう無言でいたんですよ、ずっと。だからね、でもリコチは言われてないのか、もうずーっと一人で喋ってたんですよ。え、わからないみたいな。え、どういうことこれ。え、何が短い、えみたいな。助けてとかってめっちゃなんか言ってたんですよ。どれに向かってって思ってたんやけど、助けてとかって言ってたんですよ。だから横にリコチがいるってことは、英語は絶対に勝てないから他のやつで勝負しようと思って、めっちゃ数学何度も何度も見直してやった。やばいやばいやばいって思いながら、マジで誰に言っとったんかだけ教えたし。だっていないんですよ、スタッフさんも誰もいないんですよ。なのに助けてってめっちゃ言ってた。誰に求めた。おもろかったですね。そうそう、私はもう黙々と、だけどリコチにそこ、英語は絶対に負けるから、国語とその算数で勝たないといけないと思って、マジで真剣にやってました。もうマジマジ真剣で、真剣マックスでやってました。よし、卵が溶き終わったら、なんだ次は、ラカント大さじ4。ラカント大さじ4ってことは4、5、20、4、1だし 60g 入れるんだって。ラカント、すごい、めっちゃ入れるやん。ほんまか。でも甘くなくなるってことだよね、入れない。60g ラカント入れる。 60g ってなかなかよ、絶対。ラカントっていうのは砂糖みたいなやつです。 58.60.5、60、お、ジャスト。何作ってるの？バスクチーズケーキです。お、60g ジャスト。ラカントっていうね、なんか自然派。ラカントは希少な植物ラカンカから取れる甘味成分らしい。お砂糖の代わりになるらしいよ。で、片栗粉大さじ1。片栗粉大さじ1だって。片栗粉、新しいのしかないです。そう、私ね、目分量とかがすごい苦手なので、ね、めちゃめちゃ測っちゃいます。え、バスクチーズケーキ食べたことないです。私も
本当にこうチーズケーキがちょっと苦手だったんですけど、北海道のルタオっていう有名なチーズケーキを食べてから、ちょっとチーズケーキを食べてみようかなと思い始めて、こうなんていうんですか、カフェとか行った時にチーズケーキを食べ出したら美味しくって、バスクって多分焼いてるみたいな意味なんですよね。ベイクとかさあるやん、バスクは焼いてるって意味なのかな。私はそのベイクドチーズケーキ、あ、ベイクドじゃないバスクチーズケーキが好きです。今から作るのもその好きなやつです。ルタオのチーズケーキマジで美味しいです。なんかチーズケーキじゃないんですよね、あれは多分きっと。え、待って、これオーブン予熱とか書いてたのかな、見てない、見てないよ。今はクリームチーズとパルテノっていうヨーグルトを混ぜて、卵入れて、上からラカントっていう甘味料と片栗粉を入れて、いや混ぜております。あ、バスクって地名なの？え、じゃあスペインで言うスペインのチーズケーキってこと？バスクチーズケーキって、スペインの地方なんだ、知らなかった。え、賢くなった、みんなのおかげで。こんにちは。そう、今混ぜ混ぜです。バスクってなんか焼いてるとかなんかと思ったらめっちゃ焦げとるみたいな、焦げとるっていうか焦げ目結構ある系。じゃあスペインもチーズケーキ有名なのかな。すごい滑らかになりました。しっかり混ぜます。知らなかった。あー、バスク地方、なるほどね。でも このバスクチーズケーキを今作ってます。こんばんは、 STU48 ドラフト3期生の信濃空葉です。ただいまのこの5時半からの配信では、あのテロップにも書いてある通りバスクチーズケーキを作るんですけど、夜20時以降からまたちょっと配信をしようかなって思ってるんですけど、20時21時とかからかもしれないんですけど、その夜っていう夜の配信はショールーム、この前タワーをくださった方のお礼配信と七並べ配信をします。ショールームイベントのお礼配信は明日します。何度も何度も、ね、言うんですけれど、今日は選抜メンバーとして選んでいただいてお祝いでくださった方のタワーのお礼を書きます。明日はもうショールームイベントのお礼をやりたいなって思います。よし、お、このね、混ぜましたので型に入れます。待って、これ予熱ありだって、230度で25分だって。予熱せんといけんやん。そんなん聞いてないよ。久しぶりにオーブントースター使います。私はね、なんとね、オーブンレンジなので強いでしょ。お菓子も作れちゃうしって感じです。普通に電子レンジとしても使えるし、オーブンレンジとしてもオーブンとしても使える。10枚目選抜おめでとう、ありがとうございます。まだね、
こう本格的な活動は始まってないんですけど、その始まるのがすごく楽しみです。余熱は基本です。いや思ったんよ、余熱あるだろうなと思ったけど、ちょっと230度ならめちゃくちゃ時間かかりそうだ。オーブン、230度予熱します。何時間焼く？ね、25分焼くらしい。その間に肩に流し込みます。私は肩を持っているのでね、このケーキ型みたいなやつにまずクッキングシートを引きます。でなんかね、これをクッキングシートをぐしゃぐしゃして柔らかくした方が引きやすいらしいって書いてた。ほんまなんかな。お腹鳴っちゃった。おー、あ、でも当てはまりやすい。おー、いい感じ。いい感じ。今余熱タイム中。よし、でこんな感じにできたら、さっきこの混ぜた、いろいろ混ぜた生地をこの中に入れます。ドバーン。うわ、美味しそう。すでに焼いてないのに美味しそうです。これはなんか普段あんまりお菓子は作らないんですよ。で今まで作ってきたお菓子って大体失敗してるんですよね。糖質系の、糖質オフ系のお菓子って結構失敗してきてるので、今日こそは。せっかくねクリームチーズも買って本格的なバスクチーズケーキを作ろうとしているので、今日こそは成功してほしい。カズさんありがとう。クマ、よし。ほんまおかしなやで、おかし、おかしにかけとるけど、おかしなって感じ。マジでずっとね失敗してきてるから、今日こそは無事成功することを祈って作っております。そう、めっちゃ簡単です。超簡単で、その間に洗い物をねしましょう。ちょっと下アングルでごめんなさい。30分で生地は作れました。でも今からがさらに30分焼くからあれだけど、みんなとじゃあ焼いてる間はみんなとのんびりお話ししようかな。こんばんは。洗い物をしましょう。まずはね、洗い物。こんばんは、 STU48 のしなのです。ちょっと今は下がパジャマなのでちょっと恥ずかしかった。上はね私服なんですけど、そうだよ、スラハのおうちオーブンレンジだよ。
だからね、クッキーも焼けるし、ケーキも作れるし、普通に電子レンジとしても使えるし、めっちゃ優秀です。お母さんと一緒に住んでた時に買ったやつなんで、こういうレンジ。お魚も焼けちゃうし、ね、話し会受付が、二次受付がスタートしました。でも二次受付はね、今回長いので、一次受付がね一日もなかったけど、今回はね何日か二次受付はあるので、ちょっといっぱい考えながらやっていきましょう。初選抜のさ、お話し会なのでドキドキする。たくさんの方が来てくださるのか。でもなんかいっぱいね、はい、はメール取ってくださってる方は分かると思うんですけど、日によっていろんなコーディネートって言うと、それ間違えて D で切っちゃった。コーデを考えたりとかしたので、ちょっとそれをまだX の方に載せていないので、ちょっとそこはちょっと申し訳なんですけど、洗ったのに下についちゃった、悔しい、騒がしい。今余熱タイム中、ちょっと待ってね。よし、お話し会受付中ですので、また配信が終わって、ちょっとまだドラさんのが、あれ携帯、ドラさんのやつがちょっとまだ決められていないのであれなんですけど、ドラさんでとあることをしようとしてるんですけど、その日にちがまだ決まっていなくて、日にちが決まり次第 SNS に載せます。なのでメールを取ってくださってる方はね、あ、この日に何があるって思って、こうこの日撮ろうって思ってくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、どこかの1日がちょっとなくなっちゃって、その企画がなくなって、ドラさんの企画が入ると思うので、ちょっとそこだけご了承いただけたらなって思います。ちょっと変わります。でも大体はあのままでいきます。あとおすすめ日とかもちょっと作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。この後のもう一回、この配信が終わったらもう一回配信するんですけど、そのもう一回の配信ではおとといたくさんの方にねお祝いしていただけた選抜おめでとうのタワーのお礼配信をしようと思いますので、そちらも来てくださると嬉しいです。今はもう全員の方にかけて、あとなんかめっちゃシンプルすぎたからシンプルすぎたので、こうペン、カラーペンでなんかハートとか書いたりとかしてる最中です。でもあとね6人ぐらいだったんだよね。あと6人ぐらいの方、え、今見れるよって方とかいるかな。タワー投げた方で逆に夜見れないから今のがいいって方とか言ったら、全然今できそうな感じするけど、時間かかっちゃうよ。
まちゃんさんハートありがとう、ありがとう、ファイト、ありがとうございます。とりあえず広島の直接会える2日間から集めてます。お、そうですよね、今回から直接がね、あの前回は3日間だったんですけど、今回から6日間と倍になったので、ね、楽しみ。オンラインもいっぱいあるのでね、お話し会全部朝、そう、お話し会オンラインは 1,2,3 で、あの直接は 1,2,4,5,6 です。あ、嘘です、 1,2,3 1,2,3 がなくて 4,5 だった気がする。あ、ツーショット応募した、ありがとう。そう、ツーショットもね、直接ツーショットはマジで久しぶりすぎるのでめっちゃ楽しみです。あのちゃんとね、あのツーショットがあるからさ、こう全身こうやっぱコーディネートさ、可愛いのでいきたいなと思っていっぱい考えました。楽しみだな、たくさんの方とお話できるかもって思うとさ嬉しい。なんかそのさっきもコメントにあったんですけど、おめでとう言いに行くねっていうあのショールームコメントだったり、こうお祝いコメント、ツイッター SNS でのお祝いコメントがあったりと、すごくすごく嬉しいです。たくさんの方とお話できそうな予感がしてて、ね、ワクワクでございます。当選済みありがとう。多分ね、まだまだお話し会そらはのところ来れると思いますので、お待ちしてます。おめでとうってコメント入れてくね。直接は直接も待ってるよ、直接も待ってるよ。でもね、こうリアルで、リアルの方が来れる方もいらっしゃるんだろうし、リアルが難しくてオンラインって方もいらっしゃると思うんですけど、私は両方があるのはすごく嬉しいので、めっちゃワクワクしてる。なんかね、もうないっぱい、まあ日程があるから、もうどの日に何をしようってめちゃくちゃ考えたけど、こう作り終わった後にこの日にこの服を着てっていうのを考えたら、もう楽しみすぎて、いろいろみんなと楽しい時間を過ごせたらなってすごい思います。この半年間もちろんね、不安だったり、こうなんて言うんだろう、いろんな感情を経験する半年間ぐらいになると思うんですけれども、みんなとだったら乗り越えられると思うし、みんなだからこそ乗り越えられると思うので、みんな一緒に歩んでください歩んでください。あ、許してきた、ってことで、とこでやって、こちらバスクチーズケーキを入れていきたいと思います。オーブンちゃんに、熱いよ、え、熱っ、に入れました。25分、さあどうなる。うわ、めっちゃオーブンの匂いする、めっちゃオーブンの匂いするって、なんか日本語変で、めっちゃいい匂いする。はい、今ただいま25秒経ちましたまだまだです。みんな 10枚目シングル来てくれるかな。でも本当にやっぱすごい不安なのが、9枚目シングルショールームイベントと、こうなんだろう、こうみんなで空星の方とか、空星以外の方とかでもこう頑張ったからこそ来てくださる方がいるのかっていうのがものすごく今不安で、もう
ドキドキしてます。ソラハはみんながやっぱりもうダメだってなっていないかがすっごく不安。多分どのメンバーのファンの方もね、多分すごい気合が入ってると思うので、でもソラハも気合入ってるっていうか、もう絶対に悔し涙はもう流したくないし、もうみんなと嬉しいこと、嬉し涙を一度流したので、その喜びっていうか感じたから、もう戻りたくないからね。みんなで頑張っていきましょう。不安もたくさんあるけど、底力出して頑張っていきましょう。半年か、長い、長そうであっという間だったじゃないですか、9枚目期間とか。だからあっという間に半年終わるんだろうなってちょっと思ってるので、いつもだけど一日一日、一回一回をこう噛み締めて、幸せを噛み締めて活動していきたいと思います。本当に またメールで書きます、いろいろ。やっぱショールームはさ、ソラハのことを好きじゃない方もね、別に見ることも可能じゃないですか。だからね、こううまくね、なんか変に切り取られたりしてるの困っちゃう。メールで書きます。あ、でもメールもね、ソラハのこと嫌いな人も撮ってるかもしれないわかんないけど、誰が撮ってるかなんかわからないからだけど、メールはやっぱりね、一番本音が言える場所なので、メールに書きます。ウィンリーさん、ハートありがとう。お料理配信でしょ、これ本当に今ね、オーブン入れて3分半経ってます。約3分半経ちました。いつもお菓子系は結構失敗しがちだからね、めっちゃ不安なんですけど、大丈夫だろうと願っています願っています。今回こそは失敗せず成功したバスクチーズケーキ、バスクチーズケーキ初めて作ってるんですけど、成功していたらいいな。ただいまバスクチーズケーキを作っております。音がね、ごめーんって言ってると思うんですけど、それはオーブン今余熱が終わってちょうど焼いてる途中なので、こう誰かのなんかこう誰かがうーんって言ってるわけじゃないっていうことだけ理解してください。オーブン音です。ファッファッ、どうもファです。ファッ、ソラハですけど、キャッチフレーズがドレミファーって言ってるので、ファって言われても間違いではないですね。ファです。パはね、パは違う人だよ。パはね、違う人なんですよ、それ。でも STU メンバーなんかそういう子多くないですか。アンピーとかも P だし、まあ、サラピも P だし、ゆうかちゃんポだし、まいちゃん Q だし、ちほさんぬだし、みちゅさんちゅだし、あと誰だろう、誰がいる、そういう系なんかこう一文字じゃないけどこう略してめっちゃ略していける人。クックさん、きのこありがとう。誰、ぬだけど、ちほさんやね、ちほさんぬ、基本ぬ、いるか、パシェ、あー、ヤン、確かに
やんちゃんもだね。二文字だったら結構多そう。二文字だってさ、やんとかで、こじとか、あいこじとかもこじ、名前違うやんって感じけど、あいこじ、あいこなのに、こじは違う人やんって。うどん、うどん、確かにうどん、うどんはなんか違うな。誰だろう。誰だ他。あ、アリちゃんさんですか。アリ、アリミン、あー、アズミンとかってことか。ミン、こんばんは。ツン、あー、リオツン、ツンツン、ツンツン、くるくる、ツンツン、ツンツン、くるくる、ツンツン、くるくる。ミョン、ノアミョン、ノアミョン、あ、リコチ、確かにチコ、チコ、チコ。一文字はでもあんまりおらんか、一文字。タン、タン、誰だ、タン、タンって誰。鍋、あー、渡辺、なっちゃんね。あれだよ、アンピトのね、ユニット名パピだから、よろしくパピだから。知ってる方あんまおらんかもしれんけど、一応パピ、パピって名前で一回やってました、イモステレビ。ピオ、あー、ひな、確かにひなさん、ピオ、確かにピオ。あ、パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん。あやパン、パンちゃん。今月のスケジュール、今はですね、あのこの後また配信を、この配信では一回切るんですけど、切った後にもう一度本日配信する予定で、時間がちょっと決まってないのであれなんですけど、20時以降ではあると思うんですけど、20時以降から久しぶりに、ちょっと最近本当に 2,3 日できてなくって、昨日ちょっと久しぶりにできたんですけど、あの七並べを全然できていないので、七並べ配信とあのお礼配信をしたいんですよ。ショールームイベントじゃなくて、選抜お嫁でトーンのタワーのお礼配信をしたいんですけど、そちらのあのお礼をね、今日の、今日朝から、朝から書いてたんですけど、それのピョン色塗りをあと6人の方が終わっていなかったのでやりました。もう本当にたくさんの方からあのお祝いのタワーがあって嬉しいです。無事書けたのでちょっと置いてきます。あ、待って、あと15分だ。電気をつけました。もう暗かった。あー、確かになんかサラピー、確かにね、池田とか言ってるイメージある。でもシミサラアートなのかな、人によるけど。じゃん、上から空張って、ゴミ袋。よし、皆さん今どんな感じになってるかっていうの見たいですか。え、これ、え、大丈夫、ちょっと一回
やけど、ちょっと一回止めた、一回止めて、でも予熱して25分焼いてって書いてたよね。ちょっと待ってください、なんか焦げてるわよ。予熱あり230度25分、予熱が含めて25分だよ。え、どういうこと、どういうこと、型に移す予熱あり230度25分なんでしょう。え、待って、25分経ってない、あと14分もあるのに。え、ちょっと待って待って、そうだよね。え、ちょっと待って、どうしたらいい？とりあえずみんなに見せようかな。とりあえずみんなに見せます。見えますか？え、バスクチーズケーキってこんなに予熱先にして、その後に今25分焼こうとしてる。余熱は余熱でした。余熱ありとかなかったかな。え、割といい色、余熱ありで25分ってことなのか。え、じゃあ一回、え、大丈夫、え、ちょっと待って、一回撮ってみよう、一回撮ってみよう。熱いよ絶対これ。え、焦げてない？待ってくれ、チーズ高かったよ、焦げてるんやない、これ。ちょっと待ってね、あの洗い物どかして、ちょっと置きたい、焦げてる。ちょっと待ってよ、今からこの目の前に持ってきます。けど、え、ちょっと一回余熱何分か分かんないけど、余熱23分230度にしました。ちょっと一回出してみる、一回出してみる、で一回出してみる、一回出してみよう、一回出してみよう、何回言うん、一回出そう、熱い熱い、あ、でもこんなもんなのか。なんか真ん中焦げてない？真ん中焦げてない？いい、一回やめてみよう、一回出してみよう、え、一回出してみよう、そういうもの。え、これでさ、でもさ、あと14分ってなってるんですけど、これ14分焼いたらさすがに焦げ焦げになるよね。これで一回やめとこうか。これはいい感じ、本当に一回やめとく、一回出してみよう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 、あと14分さすがにやばい気がする、一回出してみよう。ね、なんかナビ式みたいなの私持ってたんだよね、熱っ、あ、え、捨てた私、あ、違う、忙しい忙しい、下にあったはず、あったほら、一時期めっちゃ料理してた私、こういうやつも持ってるんですよ、買ったんですよ。しっかり焦げてるね、しっかり、あ、しっかり焼けてるね、だった、びっくりした。じゃあ出してみようか。あ、でも待って、これで写真撮りたい、ちょっとこれで写真撮りたい、落ち着こう一回ね、落ち着こう一回、写真撮りたいか、記念としてね。ちょっと焦げがなんか割れちゃった。
竹串で、あん竹串持ってない。あと割り箸ならあるけど、あ、確かに、ちょっと待って、割り箸この爪楊枝だけ取り出して、お、ついてこない、ついてきませんでした。わかるかな、ついてこなかったってことはいいってことか。待って、めっちゃいい匂いする。せーの、はい、うわ、絶対に美味しい。ちょっと待って、いい感じです。じゃーん、うわ、見えん、ちょっと待って、ちょっと付近とボタンの存在感、金とボタンの存在感がすごい。じゃーん、どう、こういうもの、バスクチーズケーキって。これは選抜おめでとうバスクチーズケーキホールです。選抜頑張ろうバスクチーズケーキ。え、めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。で、これが終わった後に、え、いい感じ？嬉しい。これで、余熱が取れるまで置いとく。で、冷蔵庫で冷ますんだってみんな。じゃあ、冷蔵庫で冷ましてから食べたいと思います。じゃーん。スクショタイム。めっちゃいい匂いする。これでお祝いします。やったー、冷蔵庫入れとこう、よいしょ、めっちゃ美味しそう。え、ねえ、25分やらないで途中で見てよかった、よかったよかった。ということでバスクチーズケーキ無事作れました。いい感じ。差し替えのやつはないよ。あ、そうじゃん、この前学んだわ、すぐに冷蔵庫入れたら冷蔵庫の温度が下がるからダメってこの前ファンの方に教わっただろ。ありがとう、教えてくれてありがとう。そうやん、昨日この前のね、なんかの時に言われたんよ。ナスだ、ナス、ナス料理した時に教えてくださったやつだ。ありがとう、もう一度言ってくれて。では配信終わってバスクチーズを入れて夜ご飯を食べた後に食べようかな。では皆さん、配信付き合ってくださってありがとうございました。次配信する時間はまた決まり次第メールタイムテーブルに入れるんですけど、お礼配信をしますのでよろしくお願いします。では壇上を呼びます。13位、たまごサンドさん、12位ヘルムビーゲさん、11位天然うなぎさん、10位こげつねさん、9位 TT さん、8位帝国さん、7位ソーリーさん、6位としきさん、5位ミロさん、4位スーさん、3位ミューラーさん、2位パモさん、そして1位はカゼさん、ありがとうございます。明日はですね、土曜日でお休みの方がいらっしゃるかなと思い、ショールームイベントの礼配信をしようと思っております。ちょっとすごい待たせてしまって申し訳ないんですけれども、一つ一つ気持ちを込めて書いていきたいと思いますので、また明日はショールームイベントお礼配信よろしくお願いします。選抜も本当に皆さんありがとうございます。たくさんね、SNS とかで書いていただいている方が多くて、とてもとても幸せです。選抜の
お話し会の受付が昨日から始まってて、今日の18時から二次受付が始まりました。リアルお話し会、直接のお話し会だったり、オンラインのお話し会があったり、直接の方ではね、ツーショット写真会があったりと、すごい盛りだくさんの10枚目シングルになりますので、いっぱいね、少しでも気になってくださった方はチェックしてくださると嬉しいです。では配信終わります。皆さんありがとうございました。バスクチーズケーキ美味しくいただきます。みんなもまだお仕事の方頑張ってください。ではバイチャラポー、またね。ありがとうございました。